オニアンマジェルソルトを使ったブリーチの方法のまず1個目を紹介したいと思います。リタッチのブリーチの時に有効なのですが、リタッチ部分にブリーチ、中間から毛先の部分にオニヤンマジェルソルトをつけることによって髪質を向上させながら完全にブロックすることができます。もう一つのオニヤンマの使い方なのですが、全体にブリーチを伸ばした時に、これ以上毛先のダメージを進行させたくないなという時にオニヤンマをつけるとかなり効果が期待できます。毛先の質感を上げることもできますし、ブリッジの進行を止めることができますので、アンダーをきれいに作る時にかなり使えます。毛先の方をね、ブリッジの上から塗っても効果はありますので、カラーをのっける前ですね、シャンプーブリーチのシャンプー後にオニヤンマを使うことによってカラーのノリが良くなります。毛髪内部のアルカリを除去してくれまして、色の入りを安定させてくれます。このようにシャンプー台で全体につけるだけでいいので、非常に使いやすいと思います。つけ終わったらシャンプー台にお湯をためて全体にタオルでチェンジリンスをさせていきます。こんな感じですね。でここで、毛髪内部がまだアルカリに傾いておりますので、このアルカリに傾いている段階でモモンガトリートメントを中に浸透させていきます。これで毛髪内部強化をしていきます。で、その上にカラーを乗っけるというような形ですね。仕上がりはこのような形になります。